第23回日本レコード大賞は1981年12月31日に帝国劇場で行われた23回目の日本レコード大賞である。第23回の大賞は寺尾明のルビーの指輪に決定した。寺尾明は初の受賞。この楽曲は大賞に加え作曲賞、編曲賞、作詞賞を独占した。史上初であり、 この年以降内唯一の記録となっている。オリコン年間シングルチャート1位の楽曲が受賞したのは第20回以来3年ぶり。また TBS のザベストテン年間ベストテン1位の楽曲が受賞したのは1978年以降では史上初めて。なお受賞者の寺尾には副賞としてトヨタクラウン4ドアハードトップが贈呈された。今回から 対象の選考方法が変更され、従来は審査員の投票だけで決定していたのが、レコード売り上げ、TBS の音楽番組へのリクエストなどのデータが30%、審査員による作詞、作曲、編曲、歌唱の4部門の採点が40%、審査員の投票が30%の配点比率で、最高得点を獲得した楽曲に対象が与えられることになった。また、 新たにデビュー2年目の歌手を対象としたゴールデンアイドル賞を新設同賞にノミネートされた歌手は対象の選考から除外された。視聴率は 1P 上昇の35.3%に。発表は対象最優秀新人賞を総合司会の高橋が最優秀歌唱賞を審査会場リポーターの松宮が発表した。ありがとうございます。